カ野直樹から1947年12月13日は、日本の中国文学者、京都帝国大学名誉教授、字は、幸運、郷に君山、反応陣がある。内藤コ南、桑原実像と並ぶ京都学派の創始者の一人、日後国生まれ、1879年、創設間もない同心学者に入学し、明治17年に、後ろ身の最最高を卒業。 その保上教師、教立学校で、英語、数学を学んだ後、大学予備門に入り1892年に卒業。東京帝国大学文科大学漢学科に入学。同期に、藤田と八、後輩に、桑原実造、高瀬武次郎がいた。在学中は、島田高村から交渉学を受けた。1900年には、京都帝国大学への赴任を前提に、 中国本土の北京に留学するが、ギワダ団事件に巻き込まれ、ハットリウの基地と共に、北京日本公使館に牢上した。翌1901年には、上海へ留学、羅新玉や内藤コナンと知り合い、欧米の東洋学者とも交流を深めた。1903年の帰国後、台湾総督府による、新国法制史の編纂、京都法制専門学校付設の東方語学校での、 講義を行う。一九百六年にようやく新設された京都帝国大学文科大学の教授に就任。中国哲学、中国文学、中国語学を教え、青木昌司、吉川光次郎らの中国文学者、中国学者を指導・育成した。ほか、後に旧熊本藩細川家当主の細川森貞にも教えている。一九百十年には。 発見間もないトン文書の調査のため、京都帝大より、内藤湖南、小川拓司、富岡健造、浜田幸作らと北京へ赴く。1912年から欧州留学し、フランスでは、シノロジーの大化、シャバンヌやペリオラと交流し、当時最先端の文献学的方法を吸収。また、フランスに持ち帰られたトン文書の閲覧研究も、いった。 1928年定年退官。また先日のハットリュの基地と共に、疑話団事件賠償金で運営された日中共同の東方文化事業に関与し、1926年、東方文化学院京都研究所所代所長に就任。京都研究所が東方文化研究所として独立する1935年まで、務めた。百二十五年、帝国学士委会員に選任。 ありがとうございます。